聞こえちゃう。今こんばんはか。こんにちはだろ。あ、もう来てるよ、いろいろ。何ぐらい？どうしたって言われた。こんにちは。めっちゃこんにちは、くれやん。ねえねえねえ、これ開けれん、どうしよう、開けてくれる？ごめんね。よろす。硬くない？びっくりするぐらい硬いよ。こういう時は私が開けたい。だいぶ、だいぶ硬いよ、でも。すいません、すっぴん、すっぴんって聞かれた、恥ずかしい。あ、ありがとう。誰が開けた？一。あ、甘い。でこいぞ。今から化粧するので変わり具合を見ててください。声が枯れちゃう。誰の、あ、すみません、今友達といるんです。ね。ね。友達といるんです。すみません。すみません。え、初めてメイク配信する。そう。うん。今までさ、したことないもん。光が本当やばい。ダメ。いい、いいんじゃない、別に。いいと思う。全然いいと思う。じゃあ今からちょっと標準語で。かゆい。頑張る。いいって。ちょっと。一回挑戦してみたじゃん。じゃん。ダメじゃん。え、じゃんって、じゃんって方言なの？方言。うん。ダメだよ。そしたらね。ダメだよ。ダメだね。友達さんに聞きたいけど、ひなこ学校でどんな感じだって。ふざけちょ、開くない？ちょっと。テンションかみたいな。え、そんなんじゃないよ。そんなんだよ。結構優等生だよ。いや、ずっと走り回っちゃう。ずっと走り回っちゃう。一番ほど遠いと思う。それな。頭は割といい。英語だけいい。うるさいわ。英語だけ語彙力はない。語彙力めっちゃない。すごい言えんけど。めっちゃ言えんわ。いや、あやの方が言ったんだと思う。いいよ。でも、うちはちょっとやばい。優等生っぽいって嬉しい。全然違う。ねえ、ひどい。反対、真反対。うん。は？なんか言った？え、バカに近い。頭は行き。悪口、悪口。することがバカ。さっきからずっと悪口言ってるよ、大丈夫。え、じゃない？ひな勉強できる子か聞いて。だって勉強できる子だよね。できるけど結構できる。授業中最後だ。うち勉強できるかな。勉強、いや英語だけできる。英語だけできる。確かに。今から返信するよ。だいぶ変わるから見てて。返信の時の挨拶は守れんじゃん。桃が好きだもんね。うん、ピンクが好きだね。ぶどう食べたい。買ってこいよ。一日中友達2人。うん、2人。今から変わるから見てた。そういや、あんた受験生かって。正解。ひらぶ友達少な。友達2人。あ、そうそう、そういうこと。いう今いるのは2人だけど。ねえ、めっちゃさ、うち肌黒くなったくない？ねえ、皆さん焼けたんです、めちゃめちゃ。まあ、いっか。今から化粧して変わるから待ってて、みんな。何回も言ってるね、さっきから。でも言うて変わんなくない？ねえ、うん、そんなにそんなに変わんないかも。そこまで変わるってわけじゃない。そんな濃いメイクするわけじゃないし、うん、海に行った？うん、違う。いろいろあったんだ、私には。私にはもうスタート。あんた結果もう正面変換と、そう、実家得たんだよ。友達誰推し？誰推し？
誰が？ひなおし。ああ、そういうとこ。ふざけとるわ。俺のチームメイトだよ。うん。HKT 好きなの。でも、ひなこがよく言っとるさ、ななみんさんかわいい。ななみんさんだね。山田さん。違うよ。ななみん。ななみん、ななみんは佐藤ななみちゃんって人だよ。のんのんが好き。よかったじゃん。のんのん。私は一番はひなおしだよ。うん。一番のんのんやったーだって。おめでとうね。あー目が覚めない、どうしよう。ねイケメンって言われたんだけどどういうこと。こっち見て、ね、眉毛切ってて。あイケメン、イケメン。声低くない？早く早く化粧して。男みたい、面白い。あれだよね、他人から見たらうちらの笑い方異常だよね。化粧配信初めてなのでお許しを、お許しを。今から大変身します。ねえねえ、何？悪口悪口。悪口って変な笑い方って言われた。誰だよ、うちらの。分からん。うちらだよ、うちらしか笑わないでしょ。この二人？それしかないでしょ。うちらダメじゃん。誰が変な笑い方って？非ダイエットメンバー誰欲しい？ななみちゃんとかひじりんとか。他のも選べない。太田さんは難しちょんもん。なあちゃん、太田さんは太田さん。ディディ、うるさい。学んだけん、ディディも、うん、いや、ちょっと言葉しとったけど。ピちゃん、ピちゃん変な笑い方した。ピちゃんって誰？ピちゃん、ピちゃん、ピちゃん、ピちゃんピちゃんだよ、ピちゃん、ピちゃん。友達はエイト詳しい。結構知ってるよね。うん、ちゃあちゃんかなんか、ね、なんか自分。でも私は、あ、なおちゃん写真集あれなんだね。そういえば買うよ、もちろん。髪が緩い。めっちゃ掘るやん。やめてから面白い。友達は本当はどのグループが好き？どうなんですか？わかんない。ヒーナがエイトになってびっくりしたのかな。びっくりした？したらしいね。いやマジで友達がと思ったよね。友達が、友達が芸能人じゃんと思った。なるほど。HKT が好き。 HKT さんが好きらしいです。うちは最近はケーキ。ケーキ最近はね、最近あの人の影響か。いや、わかんない、それは。多分そうだと思う。ねえ、早く、目早く化粧しないと変わらないよ。目、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 クソな。意味が分かんない。じゃあ、肌が汚いじゃん。初めて、あ、足、マッサージします。今？え、それ思った。チームエイトの募集がなかったらどうしてた？
多分今頃ブドウ食べてたよね。ブドウ好きすぎて。ひなこ前イチゴ好きじゃなかったっけ。思ったそれ。え、好きだった。イチゴだったかな。イチゴだった。いつから、え、いつだったっけそれ、いつ。いつの話しちゃう。え、まだ去年ぐらいまで好きじゃなかったっけ。あれじゃん、あれ、あの、なんとかさんが食べちゃったっけ。山田さん、そう。は山田さんが食べちゃう。何を。ブドウ、あのブドウ食べて食べようと思って好きに食べる。写真であったじゃん、なんか。あ、山田さんじゃない、ヒシリンでしょ。あ、こうやって、え、じゃあその前から食べちゃうよ、うち。そうなの。そうだよ。本当に、に、ね、ブドウの話したらブドウ食べたくなってきた。イオンで。そう、冷凍のやつ。イオンでワンだよ。いやだ。もう出たくない。イオンでワンだよ。何を？ひなこがブドウ食べてたイオンで。あ、イオンの出番だ。いやだ。やっぱ友達とだと方言出るんよね。え、出る、出るよね、うち。出るんじゃない。え、なんか東京とか行くと全然出ないけど。なんね、東京行くと関西弁になって帰ってくるでしょ。あ、そう、関西弁になって帰ってくる。なんでやねんって言うくない。言わなくない。言う、たまに言うよ。たまに言うらしい。なんか、なんかうちらがだけだっけ。なんでやねん、ぶちゃけだっけ。いや、それは、そうかもしれない。東京行ったのに関西弁になって帰ってくる。山田さんの意見。あ、そういうこと。もう、ななみちゃんの話はたくさんしてます、友達にね。あと、ひじりんさんと、太田さん。あとで見せてあげる。かわいい。超かわいいけん。ダンスの人。ショートカットの人。ショートカットだね。まあ、今はショートカット。あ、変わりました。ありがとうございます。うるさいよ。足もそれ今言うことじゃないでしょ。めっちゃ焼け焼け黒くなったんだもんね。うち黒くなってくる。それ今言うことじゃない。うちも割と黒一緒同じやった。怖っ。ね、熱い。それな、あ、つけろと。いや、つけろとは言ってないよ別に。ねえねえ、どうすんの。食べる。暑いね、髪切りたい。ね、釣り何しようとした。髪切りたい。切ったよね。そうなの。やっぱね、ケントはケントはまだか。やめなさい。ねね、これやばい、めっちゃキラキラ。取ってそれ、うちもつける。ちょ、ちょん、ちょこちょん。やだ。え、先に言ったよ、それをさ言ったやん。いくよ、いくよ、せー、ほい、せー、チェーン。ありがとう、割れた、割れた。嘘つけ。見て、変わったくない。結構顔、気のせい、変わった。めっちゃ白くなった。悪口、悪口。さっきまで黒いって言っとったやん。でも、最低。違う、うちの服。あの時も大服。いや、いや、ひなこ見て。大服。今日めっちゃ大服。髪結んじゃうけやない。もう大服かも、大服かもしれない。黙れ。口が悪い。悪くない、めっちゃ最高の。よいよ。最高の口。あ、うち女の子らしいよ。女の子らしい。じゃあやめて。女の子らしい、女の子らしいみたいだよ、うち。もう化粧めんどくなった。言われたに、女の子らしいって。無視。あ、うちめっちゃ今ショールーム知ってるんだよ、こっちは。うん、知ってる、知ってるよ。なんかショールームしとるかな。コメント全然思ってる。いつもちゃんとコメント読んでるでしょ。今メイクしてるからね。
もう手帳めんどくさくなっちゃったな。ねおい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 ねおい。そう、お友達がいるんです。ねえねえ、これ使っていい？ねえ。もういいわ。もう下地した？うち？うん。してないよ。これが。もういいわ。山口イベント何曲やるの？わかんない。今日なんか肌の治安がいい。あ、そこに置かんね。ストレス入ってた。ねえ、変わった結構。違うだけ、風が当たるじゃん。あ、うちやばい。友達がいます。そう、今日肌の治安がいい。え、言わない？めっちゃくない？それ思った。めっちゃくすぎる。ねえ、待って、見て、殴られたみたい。なんで？殴られたみたい。やばい、どうしよう。やばい。ねえ、笑わんね。失礼失礼。治安って言わないんだね。肌の治安がいいとか言わない？言わんけど聞く。言う、聞くよね。ごめん、ありがとう。ひな、え、みえね、出たかった。ひなのんでしょ？ひなのんに会いたい、今。え、うちらには？もう会っとるやないかい。え？うん。わかんない。違う。あ。肌の治安、言わないって。ごめん、じゃあ勘違いね。どう、変わった？ちょっと朝より。野田、野田に会いたい。あ、ちょっと、野田に会いたい。あ、それで、それで、それが3人だ。ねえねえ、もう終わったならいろいろと持ってきてほしい。あ、あれも、入れ物も投げていいよ、それは。タンチュー。え、待って、リップも塗ってな。肌の調子っていうのか。え、違う。やばい、ね、ピンクのキラキラ塗ったらこうなるの。ちょっとありがとう。いやん、ね、リップ塗ってた。赤塗りな。ブラックこれ。うん、ありがとう。やんちゅーなーなーの素敵な愛の地。うん、ついちゃう。ついちゃう、これ一回手に出して。ついちゃうってほら。ついちゃう。やだ。ついちゃうって表現か。表現。間違えた。方言。表現。間違えた。方言。はい。ごめんね。いいよ。方言か。超が方言か。うん。超だけん。じゃん。ぐらい。フィーナの方言講座して。友達もいいキャラしてるな。アホの子なのね。だって私私だよね。いや、うん。いいなよりかはアホだと思う。一番アホだよ。自分で言う。勉強やった。勉強にしてもそういう順位がやばかった。待って。今言うことじゃない。やば。え、待って、聞いて、うちの方がやばい。何？言わんけど。何意味が分かる。あんたより30ぐらいした。友達といるときは基本室そう、スピン。なんか前髪全然伸びる。あ、アイロン。どうぞ。ありがとうございます。いや、大丈夫だ、ケン。そのお母さんも使っちゃう、ケン。うん、分かった。私の家じゃないよ、それ。もしかしたらおじいちゃんも使っちゃうかもしれんけど。うん、分かった、どっちも。友達出ちゃいなよ、だって。無理無理。これついとる？だって恥ずかしいじゃん。ついとる。何が？あれ？うん、ちょっと塗ってる、ピンク。え、ついてない？なんか私そこまでさ、本当にこういう化粧しないんです、私。あ、ついた。
カチカチ受けん、そしたらついたみたいな。分かった。はい、りょう、なんかやばいわ、なんかお腹にたまる。友達ちゃん、ひなこの秘密を教えて、だって。秘密？私の秘密ないよ。めっちゃあるよ。めっちゃあるよ。ない。うるさい。うるさい。あの、ログのやつってそうでしょ。笑い方聞いて。嘘なの？そうだよ、あれ聞いて。ねえ、聞いて、聞いてよ、聞いてよ。そんなノリじゃないよ。いやいやいや、ねえって言うから話が始まらん、うん、ねえ、待って、やっぱなんでもない。やばい、ハクション出る。ねえねえ、頭切った。何言ってんの？ねえ、頭切った。頭切ったよね。うちが？頭切ったでしょ。髪切ったの。あ、髪切ったのこと頭切ったっていうのは普通じゃない？普通じゃない。多分関西の人はそう。そうなの？うん、多分、多分、多分ね。6ヶ月も溶けたんちゃう？うん。あ、運動神経良い。あ、良い。足が速い。おお、足速いってうち。誰？あれじゃん。なんとかさんもちょっと。ミッキーマウスが撮ったの。あ、ミッキーと一緒の誕生日だよ、ね、え、足速いのってなんか驚かれた。意外らしいじゃん。運動神経悪く見えとるんだ。いや、いいよね。 割ととか言ったら失礼だね。いい、いい、うん、嬉しみ。鹿児島では頭切ったって嬉しいよ。鹿児島。鹿児島。友達も可愛いの？だって。ね。最低。最低と思って。可愛いよ。タッチでん初見です、ありがとうございます。そのスピンと変わんないでしょ、ほら。初めてのあれはないでした。今って中学生もみんな化粧するの？どうだろうね。みんな真面目に学園見てるんですよ。ねえ待って、まつげが上がりません事件。髪型がかい。顔もだよ、服装も全部可愛かった。スカート翻えし上地を噛んでしまったら終わり。ゆりが咲くね。あいみつ、さすが島根の女性は髪いってる。だってなんで？うん？なんでって私に言われても。アイミツ、アイミツ、メイク面倒くさくなったのに頑張ってるね。うん、頑張ってるよ。チームエイトどこですか？島根です。あ、私？私は島根だよ。なんで？で？待って、めっちゃまつり上がってる。どうしたんだろう今日。アインツの神々の国だからでしょ、やっぱり。リリーの決め台詞、私の前に立つんじゃねえでしょ。アインツの人誰だっけ？ツバ、ツバエ、あ、ツバ、ツバエさん。リリーが決めた台詞って、あれね、あれでしょ、めっちゃ髪短くなったかと思った。あ、本当だ、なんかショートみたい。眉毛は血かかない派なんです。だって綺麗だもん、ほら見て。綺麗じゃない、濃いんです。神々のパワーで。そう、じゃんけん大会も優勝かな。無理無理、うちはネガティブだから。もうえ、嘘です、ポジティブです。めちゃめちゃ最近めっちゃポジティブ。
やだ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 絶対やだ。カラコンしてるの？だってしてないよ、ほら早く早くだけど。やだです、ね、暑いなんでしょ。島根今暑く、今暑い、今日暑い。せーの、ダン、早くせ、ダンケーン。テンションが違うんだよ。え、なんでみんなこのテンション違うみたい。なになになに、悪口悪口悪口。めっちゃこぼれそうなった。ね、今何時？1時ぐらい。ほんと？なんかねえよ。ほんとだ、ほくろ？そこがほくろなかったね。待って待って、完成したメイクが。あ、早っ。できました。そろそろ1時。うん、1時、点差じゃない？どう、うん、すべ巨前かもしれない。うん、パッツン完成。変わる？変わんなくない？そこまでめっちゃ変わった。あ、本当？いや、それさ、悪口だよね。悪口じゃないけど、今日唇濃いね。うん、いつもだよ。いつもじゃなくねえ、ゆわ最近うちこれじゃない？最近濃い。ちょっとケバくなったって言われちゃった。だけど唇って変わるくない？うん、それ思う。大人っぽい。だって嬉しい。ピースして。なんで唇って変わるんだ。ファンの人に見せてあげる。自分でやばい、暴言めっちゃ出ちゃう。友達は友達は8になってるヒーナー見たことあるのかな。ないでしょ。どういうこと？あるよ。ないよ。どういうこと？どういうこと？あ、あるって。写真とか YouTube、 あ、 YouTube 見てるのかい。見てる、見てるよ。めっちゃ調べる。ショールーム見ちゃう。見えてる？え、見えてる？はい、こっち、こっち。ねえねえ、悪口だよそれ。だいぶ違う、こっち。あ、こっちか。言って変わらん。に島根から来ました。変わらん？ほんと？ネイルしてないよ、学校だし。神々の国、あ、神々の国から命を授かって14年、ひなこと、奥原ひなこです。でしょ？みちょも。ちょっと眉毛が濃いな。みちょもかな、方言。しょうか。方言がわからなくてきた。スカート翻し、裏地を噛んでしまったら。結構やばいと思うよ、方言。ゆあさん結構出てるよ。うん、普段から出てる。やばいよ。そんなやばいよ。うちはヒーナって性格いい？うん、あ、めっちゃいい。とか言っとく。嘘だよ、めっちゃいい、めっちゃいい。そう、自分喧嘩したらやばい。喧嘩は。え、それさ、言ったらいけんでしょ。今は仲良しじゃないだもん。最近喧嘩せんかったの？うん。なんかさ、喧嘩しとるとか言うもんじゃないよ。中1の時めっちゃ喧嘩した。記憶しかない。喧嘩しとった。去年喧嘩したわ。何言ってんの？ねえ、それ本当に言うもんじゃないよ、だいぶ。じゃあ黙ります。ほら、ヤンキーって言われたじゃん。ヤンキーではないね。ヤンキーではない。性格はいいけどね。性格はいい。性格は違う。喧嘩したら正論言ってくるじゃん。ああ、なんか頭がいい。なんかうち常に喧嘩してる人みたいじゃん。え、3年になってから1回も変わらなくない？うちも。あ、じゃあ正論言ってくれないですか？だってもう、あ、うちも性格変わったからね。いい子になったから。元からいい子だけど。ウインクして。うん。でき。こっちも両目ウインク、両目ウインク。できないからやらない。それママタキやん。それママタキっていうやつ。性格はいい。うん。わかんないけど。性格はいい。さ、何が悪いのって感じじゃない？確かに。なんかだいぶさ、ヒーナの悪口大会みたいになってる。待ってないです。
顔も良くて性格もいいとか最高じゃん。それな。黙ります、ひなこちゃん。私さ、マジでさ、素出してるくない？出しとるね。え、本当にこんな感じなんです、普段も。今日も水出しとくない？普段も、うん。え、いつも一人じゃ恥ずかしいじゃん。え、本当に学校でもこんな感じだよね、みんな。みんなもうみんなこんな感じ。ひな推しになろう。あ、ありがとうございます。嬉しみです。嬉しい、ひな。これがアイドルってやつだよね。嬉しい。そう、裏表ってなくない？ない。え、それめっちゃいいことだと思う。めっちゃ言う、うん、めっちゃいいことだと思う。思ったことは正直、思ったことは正直、雪見大福みたい。なんだっけ、雪見大福の食べ物。アイス。あ、雪見大福か。結構思ったことは正直に言うから。そう、あとさ、だってさ、言わない方がちょっとあれじゃん、失礼だと思う。だったらまだ言った方がいいかなと思って言ってます、私。私お友達顔さらして。無理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 。似顔絵なんかけるんじゃん。絶対ぶつくなるやつ。え、だって絵って大体さ、そんな上手に描けるもんじゃない。うち絵得意じゃないんだけど。新公演のレッスンしてる？どうでしょう。前台詞言って、なんて言ってほしいの？返し目線の時。無理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 。私ほんとね、前台詞苦手なんです。ごめんなさい。前台詞今日から勉強した。勉強？前台詞勉強。お、勉強したいの？ したら。やだよ。ダンが喜ぶ。ん？ダンが喜ぶじゃん。じゃんけん大会優勝する？いや無理でしょ。テレビでやるそれ。いや無理でしょとか言ったら言ってんの。テレビでやる。テレビではやんないんじゃない？さすがにテレビでやっとる。あ、本当にやるつもり。うん、本当に。え、マジでやばいよ。うち美術ヒアノンが一緒なら、うちのペンも燃えてくれるか。うん、一緒ならね。ねえ、うち本当に努力稼い。ひょうかちゃんに会いたい。先会ってる。美術の先生マジやばい。うちもだよ。なんぼ話していい？うちの美術の先生。いや、やめなさい。あ、よいしょ、イエーイ。まあ一番悪くはないけんいいかと思って。前ゼリフとか、うん、いや漢字が読めない。鳥のさ、あれだね、顔丸くしとったら見えるよね。どういうこと？顔丸くしとったら目玉配信。いや、ね、うん、顔丸くしたら。やった、やっと化粧もうざ。それ思いっきり悪口だよね、今のさ。どうやって書くの？あんた、どうやって書くの？え、絵うまくない？そう、本当に賑やかなんで、いつもこんな感じで。めっちゃ雪見大福じゃない？うん、雪見大福。マジやだ。本当にもうこんな感じ。いつもうるさいです。それな。こんな平行じゃないわ。本気で目本気で描く、ね、ヤンキーじゃないから。ヤンキーじゃないですよ。この目ちっちゃくないよね。そういつもさ、茶色のカラコンしてるみたいな。それさ、してないから。ほらほら、してないよ。最近しちょらんが。あなたできた。見て、ひなこ見て、そっくりじゃない？なんかうちみたい。貸して貸して。恥ずかしい。見せる。ね、ま、ね、ヤクザじゃないの。見て。貸して。薄くない？これなんかうちみたいじゃない？それうち。あ、それうち。あ、それ絶対見せないの。めっちゃ薄いよね。一回静かにして。わかった。もう帰ったの？って言ったら静かになるっていう。本当にいつもこんな感じ。え、なんか似てない？うち。全然似てない。それめっちゃいいわ。いや、これこんな人ったらやばいや。え、待って、似てるって俺と。見して、で比べて。涙が出そう。だいたいみんな同じ髪型じゃないって。なんか似てる。でもにねえ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 
似てる、まんまるとか似てるとかさ悪口悪口味があるイラストだってよかったね。うまいかな、まあ、似てないよほらねえ、なんで笑うの。じゃあ、うちの、じゃあうちのさ、絵のさ、できた二人がおかしいなと思って。できた、どうぶさ、うん、だいぶやばいね。うちの俺と同じ。じゃあ、自分で描いて。何人に違う、自分で描いて。これ、うちだと見える。うん、は似てないよ、大丈夫。ハートに言ってた。偽に言ってるってなんだよ。似せてないよ、別にそっくりって言われた。ちょっとショック。じゃあ、ゆあとはひなと似てるんじゃない。ちょっとショック。うち一回言われたに、お母さんに。なんて？ゆあとさ、ひなこちゃん似とるよね。だって、うちみたいな顔してる。そのうち一時期、うち後ろ姿がひなこって言われたに。髪がなかった時、うち後ろ姿があれのって言われる。うちも言われる。え、ゆあかと、ゆあちゃんかと思った。言われたに。思いっきり島根弁ですね。ごめんなさい、標準語出します。わかった、標準語やる、する。え、無理かも。マジ普通にしゃべろ。じゃあ何しゃべる。じゃあ存在するし、よし、そうしよう。なんかさ、変なこと暴露されそうで怖いからやない。ひなこの学校のやつやひなこの学校いじられてやらじゃない。いや、うちの方がいじられるよ。いや、でもなんか割 と、 ちょっと男子からはちょっといじられてない。なんかあれだよね、人気者って感じ。あの普通に人と喋ってる廊下で常に喋っちゃう。あっち行ってこっち行ってだから、うん、忙しいわ毎日。あ、忙しいわって言っちゃう。島根公園やりたい。ん、見に行くね。どこに。島根公園。あー、行きたい。チケット届いてる。全然日じゃない。取れんもん。勉強しかしてない。さすが神々の国。嘘つけ。いや、中学校に入ってからひなことはやな、同じクラスの時。は？あったわ、あったわ、ごめん。あったわ、ごめん。だけ。うん。めっちゃ。そうだね。ね、この人は。人気なのはいいことだよ。どこ？人気なのはいい。いや、モテませんけど。島根の ATV グループのメンバー他にいる？いないんじゃない？私だけ？ヒーナは高根の花、何それ？あー、それ、わかる。おやすみは何して遊んでるの？いろいろ。だからモテないって。休みの日、いつもどろごろしようが、一緒に。寝とるが。SKE に昔なんかいないよ。島根だから神々しい。そんなに？よかったじゃん。勝ったじゃん。じゃんって言ってた。そう思った。よかったね。表情も喋れてる。やっぱりひなかわいい。そんなことないです。ありがとうございます。やばい。あ、神々しいんだ。神々しいじゃなくて神々しいって読むんだね。え、なんとか。だからモテませんって。神々しい、神々しいね。確かにそういう SKE に島根の、あ、そういうこと？あー、そうなんだ。すごい。うちさ、クラスに隠れファンの子いないです。STE に昔島根出身のメンバー、え、そうなんですか。神々しい。やっぱりヒーナ、俺のヒーナだ。イエーイ。モテてはあれだから、まあそうですけどね、モテてもないですよ全然。本当にモテてない。バッツンの方がいいかな。最近でも最近切っちゃったから伸ばしてんだけど。心待て。ゆきまるに会いたい。何時までやるのわかんない。もうちょっとしたら終わるかも。バツに合ってるよね。ありがとうございました。いいな、握手してください。来てください。髪きれいけど何がしてるの。何もしてないよ。何もしてないっていうのもおかしいね。普通に洗ってる。7月は握手会ってゆきちゃんの隣のレーンから見てたけど、かわいくないです。最近メンバーと会ってない。あ、会ってない。1年で20回告られ、それはやばい。
ななみちゃんくらいにショートにしよう。いや絶対似合わないから嫌です。来週会えるのでは、じゃんけん体育あるし。あ、そっか、来週か。漢字はこれからだよね。いやもう分かりますよ。これからお友達となんて漢字読めない。いや星がついちゃう。じゃんけん大会誰がじゃんけんするとか決めた？まだ決めてない。おそらく私は出ない。分かんない。もう本当何も決めてないんです。自分の心待て色に染まるわけじゃないけど存在する真実タタ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 タ地球温暖化で可愛い順位つけて。どういうこと？可愛い順位、あ、そういうこと。いや、強かったんでしょ。天使、地球温暖、地球防衛隊って温暖化を応援するファンのことのだったの。そうだよ、正解。早く山口イベントしたい。強化とひな子は天使。強化ちゃんだけで。なんで京香ちゃんにツンなの？ツンでもないよ。ツンデレじゃないし。温暖化応援するんだ、うん、ね、この鏡かわいい。これ前のアクターズの時にファンの人にもらった鏡、かわいいでしょ。女性ファンからも、女性ファンの方からもらって、かわいい。お友達静かに、だって聞いてない。何？何もない。何？いや、お友達静かにって。あ、すいません。いいよ喋って。うん、書いてあるよ。でもいいよ全然喋って。学校にひーなより可愛くめちゃめちゃいます。え、てか、もうみんな可愛い。うちは可愛くない。どこでやってるの？え、分からない。アイドルの前にアイドル、どういうこと？ひな TikTok やってます。髪押しはリリーだ。うちもリリー髪押し。あ、静かになっちゃったって意味だって。そういうこと。 TikTok フォローしました、ありがとうございます。いや、それはダメ。楽しい。最近そのままぶどう、そのまま食べられるぶどう食べて。お友達静かになったね。なんかね、差が激しい。静かになるときは静かなんかなるし、そう、情緒不安定。騒ぐときはめちゃめちゃ騒ぐし。みんなだよ。そういうことでしょ。そういうことか。あのブドウはどこに売ってるの？ビニコン。家族は出ないの？どこに？まず疲れちゃったのかな。うん、多分。疲れすぎて発作がない。ぶどう意味。あ、ちょっと待って。ないろいろと話が混乱してしまった。情緒不安定とか言い方。分かんない。どこのビニコン？ローソン。ファミマでも売ってる。え、ローソンに売っとるじゃん、ぶどう。出たビニコン。あ、ビニコンって言っちゃった。コンビニです。ビニコンじゃ伝わんないよね。あなたの影響でうちもビニコンって言ってしまうから。マジ？テストは紙の無駄遣いは名言。あ、それはめっちゃ名言。資源っていうの？
一番美味しいのはどこのミニコン。ミニコン島根にローソンあるんだって言われた。あるよ。ミニコン初めて聞いた。ごめんなさい。なんか最近ミニコンって言っちゃうんですわ、私。倒れました。スタバ行きますか。死にましん。スタバスタバスタバあるよ島根。ないって言われた。2個あるらしい。ありがとうございます。出雲大社の前に、あ、そっか、出雲大社の前ある。あるわ。そういえば3つだ。3つ出雲大社行った時にスタバ行ったわ。マジ。あ、ごめん、嘘かも。分からない、忘れちゃった。でも前にあるのは覚えてる。あった、うちも見た気がする。コーヒー飲めるの。飲めないです。スマホ友達のとこ。やだ。奈良ツアーぶりです。懐かしいね。奈良ツアーってあれだよね。もうちょっとで1年でもない。もうちょっとでもないか。あと2ヶ月くらい。だって誕生日の次の日だから。もうちょっと土を覚えたい。なるほど。そう、ヒーナスタバインスタに載せろ。わかりました。牛乳飲める。飲めるよ。今何時だろう。今何時ですか。コーヒー牛乳は飲めるよ。身長伸びた。え、聞いてください。この前、あ、結構前、いつ頃だっけ。違う、結構前に測った時は1時20分。じゃあもうちょっと知らんから。成長痛って何。なんか結構前に身長測った時に 151.7 だったんですよ。で 151.6 か6でたんですけど、でまあ最近測ってみたら 151.7 になってて 0.1 センチ伸びた。 151.7 だったのに 151.6 になった。 151.6 から 151.7 になった。火曜日14歳です。180、そんなにいらないかな。160あればいい。あ、 0.1 センチって 0.1 ミリメートルっていうの。185センチメートル、80キログラムを目指そう。絶対嫌です。15歳、違う、11月になったら15になるってことでしょ。でしょ、うん、そうだよね。そうだよ。筋トレしてる、してない。嫌だけじゃん、15歳。それは一応年上だぞ。黙れ。もう黙れてるんですか。一番年上なのにさ。誕生日配信するかな。え、でもどうだろう、日曜日だしね。もしかしたら、もしかしたらの話。1メートル先の未来。アカリンはめっちゃ高いね。内緒。うちも眠たくなってきた。もうちょいしたら終わろうか。もうちょい、もう終わろうかな。インスタライブしたかったな。インスタライブしたら顔出せるじゃん。誰の。あれさっき出せるじゃなかった。あ、さっき出せるじゃなかった。何を。顔出せる。言ってないよ。あれ、これでしょ。あ、そういうこと。うん。今度ひじりんと配信して、うん、したい。友達何やってるの。座ってる。座ってこっち見てる。じゃあ見ないで。インスタでカラオケ配信してほしい。だっていつかするわ。3000人見てくれました。すごいことじゃないよ。す
すごくない？そう、全然そう。普通は1万英語配信したら人気者に。英語配信無理無理、うち喋れないんだよね。書くことはできるけど喋れない。いや絶対やだやだやだ、最近英語勉強したいし。あれしたの？自己紹介、自己紹介で英語したの？やだよ。ひーな、今度ユシちゃんとインスタライブね、この前してたよね、握手会の日かな、どっかに。素敵がさ、懐かしい。すごいよ、配信に間に合ったって。もうちょっとで終わるけどね。かわいそうね。その子のためにもうちょっとやってみたら。その子だけんな。その名前からも。その方、その方かもしれんか。横道ちゃんは奈良の時のお手伝いメンバーと当新メンバーで話した。友達の会話も3600人が聞いてたってことか。だって恥ずかしい ね、いろんなこと暴露して本当に。でもさ、最初ら辺とかない暴露。確かに。だけど最後ら辺に来たらちょっと聞いたいじゃん。YouTube 載るんです。あ、そうだ。 いつも YouTube 載ってるらしいよ。やばー、最悪。いつも YouTube 最悪なんだ。そう、横道と光る、横道ちゃんと光るが復帰した。嬉しい、涙が出そう。その配信絶対見ろ。のんのんともやるわ。それは言わないで。何が？それだけおしゃべりなのにもったいない。何が？犬派です。今度のミエツ、そう知ってるよ。ハムスター。カリ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 。じゃあもう終わろうかな。終わりましゅう。ランキング読みまーす。なんで13位日清さん、ありがとうございます。12位4番さん、ありがとうございます。11位まぼるさん、ありがとうございます。10位アレンジマンさん、あ、変わりましたね今ランキングが。読みます、また13、もう、10位、あ、待って、やめろ、変わりました。なんて書いてある漢字？なんとかの確率3。違うね、これさ読んでたんだよね。ヒーナ黒が好きだよ。言えな、それな、どういう感じで動かんの？それ待って、友達に聞く。ちょっと待って、漢字が得意な私が見てあげよう。どれこれなんて読むの？普通れ隕石。え、原石に見えた。え、何？隕石だろ。腹石って書いてある。隕石じゃないの？じゃあ何漢字が見えたの？一個か隕石だって。ほら、すごい。え、なんて言うの？腹でしょ。うん、違う。何？なんか、あ、ごめん。隕石さんって教えてもらいました。こうじゃないかな。隕石の確率さん、ありがとうございます。9位タイガさん、ありがとうございます。8位アレンジマンさん、ありがとうございます。7位 NSV4 さん、ありがとうございました。6位ムムさん、ありがとうございます。5位、何これ？ショロウ。ショロウ？初老さん、ありがとうございます。4位さやひなたおしさん、ありがとうございます。3位りょうへいさん、ありがとうございます。2位、これ何、渡辺さん、渡部さん、わかんないけど、ありがとうございます。1位はパルさんでした。ありがとうございました。4ありがとうございました。何そんな終わり方するのかな。 それありがとう山口、行きたい、待ってますよ。では最後にキャッチフレーズして終わると思いますので、どっか行ってください。どっか行きます。やだーね、キャッチフレーズ友達の前でやることなかなかないよ。いいじゃん。面白い。友達関係何級？最後にさらしなよ、だって。何を顔？関係？今度受ける。あ、ちょ、受けらん。英検受けまーす。嘘で。昨日までだった、締め切り。やった。3級受けるに、今度。はい、行きます。神よりから命を授かって14年。皆さんとの声を大切にします。中学3年生ひぎなことも岡原ひなこです。いや、めっちゃ照れるよ。ねえ、ねえ、見ないで、恥ずかしい。ありがとうございました。それだけです。今から友達と鬼ごっこするんでしょ。え、それ怖い
うち嘘ついたさっき。なんて？あーか、あー、英検で嘘ついたね。うん、あー関係ない、あ、英検か。ではありがとうございまして。友達手だけ打ってたら、手だけバイバイしたら、え、でも手汚い、手見える、手汚いだけ。手汚い見えんじゃん。あ、バイバーイ。どこ、すごくない、インスタライブやりたい。したら、じゃあねー、3、2、1。ピースしてもらったら、目が痛い、じゃあねー。